こんにちは。再現性を高める方法ね、確かにピンチになると所得が入らなくなる、給料が入らなくなるってなると尻に火がつくっていう状態ですかね。火事場のバカ力から出る人もいるんじゃないかなと思いますけども、残念ながら大半の人はこれでも出ないんですよね。あのね、大体ピンチじゃないとできない人って、やっぱダメなんですよ。私はダメだと思うんですよね。まあと言ってね、私もねそういう状態だったんで何言ってるんだって話になります。私もね麻雀店の借金で首が回らなくなって、それでまあもう最後の手段だと思ってね、もうやけのやんぱちでネットビジネスに参加したわけなんですけども、でもねやっぱりね、私はその時からずっと自分のモチベーションに気づいたというか、内から出るものがなんか人生最高に高くなったっていうか、なんかものすごいね燃え上がったんですよね、ネットビジネスってもの。あの自己アフィリエイトで2万6000円稼いでから、私はねこの別の人格が吹き込まれたようになりましたね。それが今だに続いてるんですよ。だからそういう意味では本当に人生が変わったというか、あの覚醒したというか、初めて自分の人生が始まったと思いましたね。だからそれまでの人生が全部無駄だったと思うぐらいなんですよ。だからそのぐらいのインパクトが感じれたら、まあピンチをチャンスに変えることができるのかなと思いますよね。で、ピンチじゃないとできない人ってどういう状態になるかっていうと、ピンチを出したらやらなくなるんですよ。だからまたピンチになるんですよ。だから場当たり的というかね、その場しのぎで本当なんか行き過ぎしてるような状態になっちゃうんですよね。で、私が今ね振り返って思うのは、あのこれもねどうかなと思うんですけども、あのなんか、ね、欲望を高めることなんじゃないかなと思うんですよ。あのやっぱ物欲がないとかいう方もいらっしゃって、それはそれで一つの価値観だと思うんですけど、私はね物欲ってまあある意味ないんですけど、むちゃくちゃあるんですよ。であるからこそその物欲をその日のうちにでも叶えてしまうんですよね。だから物欲がなくなっていくって形なんですよ。だからね、この私買った家の中にもものすごく物が増えました。あれも欲しい、これも欲しい、これも試してみたい、あれも試してみたい、これも食べてみたい、あそこにも行ってみたい、全部ねこれ欲望が見つかった瞬間に叶えるってことをくる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 繰り返してるんですよ。でそのために時間とお金が必要なんで、まあ、はっきり言ってね、時間を何かに使ってる暇ないし、お金がない状態ではその物欲をこなせないんで、やっぱりやってらんなくなるんですよね。そういう意味でもうビジネスがずっと回り続けてるっていうのかな、なんかこうお金を稼ぐ嗅覚が鋭いというか、それでいてお金を稼いでるように見えないように、まあ、演出できるというかね、なんかすごい本能が目覚めたなと思います。あのなんかね、少しですけども与沢翼マインドが入ってるんじゃないかなってところもありますよね。本当に呼吸をするように私はお金を稼いでるような気がします。すでに私が意識してないのにお金が入ってくるような状態っていう、なんかねよくわかんない状態ですよね。でもう一回物欲の話になりますけども、物欲にはどんなものがあるかってことなんですけども、あの性欲ってのももちろんありますしね、それから生命欲っていうんですか、生きていたいっていう欲もあります。で所得欲ですね、所有欲か、もうこれを自分のものにしたいと、あの共有物でもいいのに自分のものにしたい。例えば公園を買いたいと思うわけですよ。公園をね、自分だけの公園が欲しいわけなんですよ。だから庭を細かく整備したりするんですよ。まあ小さい公園ですけどね。それからね、あのなんですかね、返済欲ってのもありましたね。借金をどうしても返したいってなりました。自己アフィリエイトをやった瞬間に、おこの借金返していこうと思ったんですよ。初めてです、人生で。借金はね返さなくてもいいと思ったんですよ。借りれるだけ借りて行き詰まったらその時考えようと思ったんですよ。でまあ、あの面積ってのもありますしね、そういう風な卑怯な方法を取ろうと思ったんですけども、自己アフィリエイト1回やった瞬間、2万6000円の未確定報酬が上がった瞬間に全ての借金が返せると思いましたね。3000万前後ので、まあ1億円ぐらいこれ3年ぐらいで作れるなと思ったら本当にそうなったわけなんですけども、これはね3年で1億を作れるというふうな確信が裏付けもなしに起きてですね、そこに向かっていったら本当にそうなったって形なんですよ。で、ちょっと後半の話に入りますけども、あのこういうようにね、なんかやっぱりこうピンチになってやるんではなくって、何もない時にトレーニングしとかないといけないんですよ。何もない時にコツコツとトレーニングを積んでおいて力を貯めておくってことですね。そうするとですね、何もない時が一夜にしていざという時に変わる時にその力が発揮できるんですよ。そのためのテストなんだと思いますよね。何もない時にいろんなテストをしておくと、失敗してもね、何もない平時なんで、危機感の、あの危機の迫ってる時じゃないんで、いくらでも立て直しが効くんですよ。でも、いざという時に、やらなくちゃと思ったら、もうその時にはね、もう遅いんですよね。その時に何かやったとしても、もう付き合い場になってしまいますし、いざという時にやろうという人はたくさんいるんで、もうライバルがね、たくさんいる状態なんですよ。そんな時にビジネスっていうのは本当にチャンスが薄いんで、何もない時に、誰もが気づいてない、寝てる時にですね、そこでトレーニングしておいて、自分だけがこうどん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 ランクアップしていくことによって、いざという時にはもうすでに浮かんだ状態ですから、いざという時に参入してきた人も取り込めるって形になるんですよね。でそういう風にしてやっぱりビジネスっていうのはなんか起きて寝るまでっていうかね、死ぬまで、生まれてから死ぬまで全ての時間と生命を注いでやらないと
いざという時だけビジネスやろうとか、いざという時だけなんかやらなくちゃっていうことでは全然ね間に合わないと思うんですよね。だからね、はぎで今更ビジネスに頼るのかよっていうふうに思っていった方がいいかと思うんですよ。ピンチになったから、ああ慌ててやらなくちゃって言っても、それはね、食糧難になった時に食料を買い漁るようなもんなんですよ。でその時には行列に並んだり、品薄なものを高値で捕まされたりとかするわけじゃないですか。だからね、そういう時にはやっぱり狼狽した人を引っ掛けてやろうと思って、詐欺商品も最も出回るんですよ。何の、なんですかね、人が求めてない時とかね、緊急時じゃない時って結構いいものが出てるんですよ。なぜなら欲しがる人が少ない状態なんで、本当に正直に丁寧なものしか出てこないんですよ。でもピンチの時ってのは玉石混合ですよ。それこそね、給付金っていうのが今ありますけども、給付金詐欺がいつ出るかっていうと、給付金っていうふうな危機を救うための手段が出た時に、それも全部ね根こそぎってやろうみたいな人出てくるんですよ。じゃあ給付金っていうのが、まあ普段からね、助成金とか補助金っていうのあるんですけども、助成金とか補助金を狙ったね、そういうのを受け取る人向けの詐欺ってあるかって言ったらほとんどないですよね。平時にはね、やっぱりこういうふうなインチキって出にくいんですよ。こういう危機だからこそ火事場泥棒っていうのが出るわけなんですよね。まあ本当にね、そういうところを理解してると、何も起きてない時に、自分の身に危険が起きてない時にどんだけやってるかってことですよね。まあよくわかりやすく言えば空手の試合ですよ。空手の試合って、試合になった時って向こうももうものすごい勢いで迫ってくるじゃないですか。その時に、あ、やばい、向こう倒されちゃうと、この戦いに負けたら本当にやばいことになる、怪我をするかもしれないと思って、その時に一生懸命頑張っても無理なんですよね。その会場に来る時にどのぐらいトレーニングしてたかっていうのが全てなんですよ。だから会場に来た時はすでに勝負がついてると言ってもいいですよね。戦場の外で勝負がついていて、あとはそれを段取りをつけるだけなんですよね、試合っていうのは。だからピンチも同じです。ピンチの時ね、多分今がほとんどの方がそうなってる状態だと思いますけども、今ね、やっぱり打つ手がないって方は今までずっと手を打ってこなかった人なんですよね。打つ手がないって状態は、切り札がないって状態ですよね。だからそれではね、ちょっと遅いんで、何もない時にやっておくべきだったのかなと思います。まあそれがね、再現性を高める方法だと私は思うんですよ。かといってね、今ピンチの時に本当に打つ手がないのかって、それはそんなことはないんですよ。やっぱりね、ピンチの時にやらざるを得ないことに気づいたということはどういうことかっていうと、一人もちょっとね早くやることなんですよ。その時にいろんなことをやってるべきじゃないんですよ。例えば今だったら、なんていうんですか、 YouTube がありますよね。でブログがあったりとか、なんかトップバズってのもあったりね、あとバイナリーオプションとかあるわけですよ。こういうのはね、いろいろやっちゃダメですよ。こういう時には、こういう時こそ普段の時よりも一点集中でやらないといけないんですよね。口を開いたらそれだけ、例えば YouTube をやるんだったらもう24時間朝起きて寝るまで全部の撮影してるみたいなね。でお休みに行って寝る時も、もう自分の寝る姿を録画しておくとかね、それとか監視カメラですらアップロードするみたいなことをするんですよ。でいくらでも打つ手があるじゃないですか。この監視カメラをアップロードするっていうのは結構ね面白いですよ。夜中に自分の家の庭とか自分の寝姿をずっと撮っといて、それを細切りにしてもうアップロードするみたいなね、これはなかなかねいけてるんじゃないかなと思います。ちょっと余談になりましたけども、再現性を高める方法として、自分をピンチに追い込むというのはね、すごくリスクが高まるんで、それでいける人もいるんですけども、そもそもビジネスをするとかね、お金に対して真剣に向き合ってる人ってピンチの時にいきなり始めないんですよ。最初からやってますというよりも、24時間365日いつも自分がピンチだということに気づいていれば、それは気を抜く暇がないぐらいね、24時間365日目の前の人からお金をくださいっていう風なね、そんな行動に出てるはずです。さあ皆さん、動画を見ていただいてね、ここ何回かの動画を見ていただいて、誰に何回お金くださいって言いましたかね。自分の商品を誰かに紹介しました、セールしました。私はむちゃくちゃやってますからね、分かんないようにやってますからねまあ皆さんはね、分かるようにやらないとダメです。分かるように、私はお金をくださいって言わなくても、お金がいただけるような、そういうプロモーションですとか、そういうね、ブランディングとか、もうもろもろのことやってるわけなんですよ。心理テクニックとかね。でも、初心者の方とか、お金をあんまり稼げない人っていうのは、もうシンプルに目の前の人に対してですね、これ39,800円なんですって言わないと、それは分かんないですから。まあそういうことなんでね、吉谷さんとかね、私の動画をそのまま見てら、初心者の方が見たらビジネスをちょっと誤解するかもしれないんで、やっぱり基礎から積み上げていった方がいいと思いますね。シンプルに商品をお客様に紹介してお金をください、これは 39,800 円です、アップロードコースが 59,800 円ですっていうことですよね。この言葉を使わないんだったらもう物は売れません、初心者の方はね。でこれを繰り返していくと、いつの間にか向こうの方から、何か商品ないですかって、いくらですかって、こういったもので助けてもらえませんかっていうふうな依頼が来るんで、それに対する商品を紹介して 100% 売れるってことになるんですよね。そういうふうにね、向こうから依頼が来るようになるまでにはまだまだ時間がかかると思いますんで、まだね、自力で稼げない人、1ヶ月に30万とかね、20万とかまだ稼げてないよって人は、本当にね、
自分の商品を目の前のあらゆる人に紹介していくことだと思います。それがまあ再現性を高める方法なんじゃないかなと思いますよね。売るのをビビらないことです。皆さんね、あなたから商品を買いたくてずっと待ってますから。それでは失礼します。